おはようございます。駅メモにトッコの湯に行こうというミッションがあるので、そこに行こうと思います。観光の原動力がゲームなんじゃな。それでも観光の動機になるならいいじゃないの。これだけでも十分絶景じゃのう。いかにも観光地に来た、って感じがしますね。晴れた空と完成ナイス。いい絶景じゃのう。この素晴らしさを分かち合いたい。いかにも観光地らしい街並みとも言える気がするのう。そうですね、ところどころホテルがあります。さすが伊豆地域じゃのう。すでに観光気分を味わっております。走行しているうちに列車はもう間もなく修善寺温泉場。終点かの。てなわけでクソ暑い中ちょいとイベントを済ませていきましょうね。セミがみんみん鳴いとるのう。熱々も熱々ですわ。マジでめちゃ熱の太陽光ですね。それにしてもだいぶ綺麗に舗装された道じゃのう。沿道には喫茶店などがたくさん立ち並んでおり、歩いてて楽しい場所です。それはええのう。しばらく歩いたらいかにも観光地らしいところに来ました。観光地に来てるんだからそりゃそうじゃろ。にしてもここほんと絶景じゃの。駅メモでは確かこの辺でチェックインするとトッコの湯に行ったことになります。ここがミッション地であるトッコの湯の手前の絶景です。日傘も併用しているから心なしか涼しい気がする。これぞ日本って感じじゃの。ところでちょっとここ京都に見えてきた。わからなくはないけどの。ま、京都行ったこと全くないんですけどね。京都行ってから言うべきじゃろ。ほんと綺麗な景色じゃの。サムネにできそうなくらいじゃ。じゃあここをサムネにしますか。そうするかの。メタ発言してよかったのかの。てなわけでバス停に戻ってきました。トッコの湯のすぐ近くまで行ったのにそれ撮ってないのはまずいじゃろ。とりあえず公式ホームページの画像から。アホじゃろ。あ、そうだそうだそうだ、このバス停はこんな雰囲気になってます。見えるでない。トッコの湯から事実上直結です。走行しているうちにバスがやってきました。今回は東海バスです。今回はって言ったか。このバス路線は伊豆箱根バスと東海バスが共用しています。今回はその2つのうち東海バスの方がやってきたってことじゃな。お、さすがの理解スピード。そういうこと。そういうわけで伊豆箱根鉄道の修善寺駅に戻りましょう。ちなみにこのバスに乗るにあたり一つ注意すべき点があります。ふむ、それは何なんて。交通系 IC カードが使えません。現金のみなのか。はい、もう全くそうです。忘れちゃいましたが、スンズ店内も IC カードは一切使えません。どちらも現金での精算です。観光するときはそれに気をつけてってことじゃな。じゃあ今回はプチ観光ということでこの辺にしましょう。修善寺、和っぽい感じでよかったの。そうですね。じゃ、ご視聴ありがとうございました。